こんにちは、ヴィンセントです。今回はエレイン降臨をルフィ使って攻略していきたいと思います。前回のねアルジェキティの動画と同様に、今回もフェスゲンヒロインキャラクターはゼロ体での編成となってるんで、よかったらぜひ見てください。まずはモンキー D ルフィです。ルフィには第7の武器を継承してます。このスキブとこの指2つっていうところが優秀なんで採用って感じです。はい、でフランキーに関してはこの強化目覚めあるんですけど、フランキーで あのこれは使わずに、フランキーはスキルはこの裏のねカイトの武器、激減武器を使っていきます。まあ、単純にねこの覚醒スキブの数だったり帯がついてたり、まあ単純に火力も出るんで優秀なんで採用してます。でレイリーですね。レイリーに関しても、レイリーに関しては逆にこの本体のスキルが非常に優秀なんで採用って感じですね。で強化目覚めなんですけど、このストーム、これ武器ではないんですけど、ストームの本体をつけてます。で内容なんですけど、強化ドロップが落ちてくるのと、これちょっと邪魔なのが水と光をね若干目覚めしちゃうっていうのは邪魔なんですけど、まあ、それはいいとして、敵の行動この2ターン遅延、これがねかなりありがたいんで採用してます。はい、でバランに関してはもう単純に火力めちゃくちゃ出るんで採用って感じですね。でビッグマムの手配書をつけてます。で、濃姫ですね。濃姫に関してはこの本体の激減がかなり効くんで、最後にこれを使っていくっていうのと、最初にロビンのスキルを使ってって感じですね。でスキル遅延を3つつけてあげるのはポイントになります。でフレンドのルフィにはオベリスクの武器って感じですね。ではやっていきたいと思います。はい、では立ち回り喋っていきたいと思います。1階層は、まあ、ここね遅延かけれるところなんで、ルフィを変身させてから両方の脳姫につけてるロビン武器を使います。で1回こんな感じで適当にずらしてもらって攻撃してきます。でこれよく考えたら、後であのストームで遅延かけたりするんで、ここ別にもうそのままあの盤面そんなに悪くなかったら別にわざわざずらす必要なかったですね。あの濃姫がボス戦でたまらないっていう懸念点があったんで、ちょっと今1個ねずらしたんですけど、あとあとまたあの遅延かけるんで別にわざわざしなくても別に良かったかなって感じですね。で今回この木属性ないんですけど、あの別になくて OK なんで、無理くりあの入れる必要はないなと思ったんで入れてないです。で、ロビンの5コンボ加算が残ってるうちに2階層を突破するって感じで、ここがちょっとね鬼門になってきまして、この6500倍まで出せれば、これ過剰ですけど6500倍まで出せば確実に倒せるんですけど、720倍の火力だとちょっとね物足りない感じになったりするんで、そこはちょっと運要素絡んじゃう、盤面の運要素は絡んじゃうかなって感じですね。で3階層ここでそのストームのスキルを使ってまず強化目覚めをします。上書きして、でここでビッグマンの手配書が溜まったんで、ここで手配書打ってからルフィ、まあからルフィっていうかと、カイトの武器ですね、これを全部使っていきます。でこうなるとカイトの、武器が指2倍があるんで、この辺はもう本当にルーレットもあるからめちゃくちゃ簡単、積み要素は全くないですね。なので2階層を突破したら、ボスまでは本当に余裕でいけるって感じですね。まあ、今回、まあ、あの前回の動画と同様にそのフェスゲンヒロインキャラクターゼロ体にこだわってちょっと動画出してるんですけど、もちろん持ってる人はあの入れてもらうに越したことはないんで、その方が圧倒的に簡単にはなると思います。やっぱ全パラ5倍なんで、5倍はやっぱ相当でかいんで、まあ、結構苦戦はしましたけど、まあでもこの編成はそれなりに、まあ、悪くないかなと思ってます。で基本的には、6000倍の火力出せばもう全部の敵がほぼというかもう全部の敵がいけます。ワンパンでいけます。こんな5万倍まで組む必要はないですね。はい、でさっきのストームでちょっと遅延かけた理由が、この1回遅延かけないとレイリーのスキル3ターンなんで、ここの5階層でスキル使えないんですよね。で時間書き換えしないとさすがに厳しいんで、なんでさっきのところは遅延かけたって感じになります。
っていうのと、まあ単純に回復力ももうあの上書きしたかったんで、レイリーに関してはその両方をね上書きできるんで非常に優秀って感じですね。同じ3ターンのスキルだとあのオビワンとかも持ってるんですけど、ちょっと火力が物足りなかったりするんで、レイリーやる人はそっちの方がいいかなと。まあただ逆にオビワンとかだと木属性を補えたりするっていうメリットはありますね。はい、でここまではもう積み要素は本当にないです。まあここまではっていうか、この最初の段階もないです。でスキル遅延が3の姫にかけてるんで、ここで濃姫のスキルを使って激減、激減がねあのカイトの3ターンが切れちゃうんで、ここでもう一回激減張っていくって感じですね。でここは盤面こんな感じで光以外を作るんですけど、ここはあんまり欠損しようがないというか、まあ光は当然ないんですけど、それ以外でこんな感じである程度組めると思うんで、盤面こんな感じで組んでもらう。絶対にハートは1個は消してください。じゃないとこの激減とはいっても195万ダメージだったかな、190万ダメージか、これがちょっと厳しいんで、はい、1個でもハト消せば全然 OK です。でここで盤面が悪いと欠損しまくっていうとちょっとどうしようもないんですよ。で火と水と闇が欠損してる場合は結構厳しいんですけど、今回もねこの闇欠損してたんで微妙かなと思ったんですけど、ルフィのスキルをねあの2人とも打つことによってかなり火力が出る状態になってるんで、闇を攻撃できてなくてもこんな感じで突破することができました。まあギリギリですけどね、欠損しなかったらそれに越したことはないんですけど、一応こんな感じでもクリアすることができました。まあよかったらぜひやってみてください。ご視聴ありがとうございました。